消費増税の話ですね。はい、皆さんご存知の通り、昨日から有識者に、消費再増税するかどうか、はい、意見を聞くっていう会合が始まってますね。はい、で例えば今朝の朝刊の中には一面トップの記事の見出しが、この昨日聞いた8人のうち5人までが予定通り引き上げろという意見だったというふうに報じられていて、ですね、まあ、かなりの国民あるいはリスナーが、まあ、これできるじゃないか、もう法律で決まっちゃってるから意見を聞くとは言っても実際は、再増税が行われてしまう、来年の秋には消費税が 10% になってしまうと、はい、いう印象を受けている人の方が多いんじゃないかと思うんですね。はい、しかし実際事実は逆だと思います。あ、そうなんですか。あくまでも僕の見方ですけれども、はい、安倍総理はこの消費増税予定通りにやらずに延期に傾いていると思います。そうなんですか。はい、というのはですね、まあ、いくつも重要なヒントがあるんですけれども、僕はこれニュースの尻尾と呼んでるんですけど、ニュースから尻尾が出ていて、これは40数人もの方に意見を聞くってことになってますけれども、内閣の中に内閣参与といって、こういう消費増税のことなどについて意見を普段から聞いてる人2人いるんですよね。はい、で1人は元大蔵官僚の本田さんという人です。はい、で、もう1人は、アメリカのイェール大学で博士号を取って東大の教授もなさった、イェール大学での先生もなさった、経済学者の浜田さんという人ですね。はい、でこのお二人、本田さんは大蔵省出身なんですけれども、さっき言いました通り、実はもう来年の10月から、消費税 10% にしてしまうんじゃなくて、そこからさらに1年半少なくとも1年半伸ばして、早くとも2017年4月からにすべきだという意見なんです。はい、つまりデフレ脱却ができてからにすべきだと。あ、はい、でそれに対して、浜田さんは、まあ、曖昧な言い方ではあったんですけれども、いや法律で決まっている通りやるべきだと、どちらかというとそういう意見で、はい、つまり意見が違ってたんですね。はい、ところが最近急に浜田さんが変わりまして、本田さんの意見に賛成だと。つまりこの大事な、消費増税やあるいは経済の先行きに関するブレーンはもう延期で、再増税延期で統一されてしまってるんですよ。でそれどうしてかというとですね、5% から 8% に引き上げたわけですけれども、消費税を。はい、そしたらその影響が想定してたよりも深刻だったわけですね。はい、でこれもよくニュース追っかけていただくと分かるんですが、安倍総理自身すでにこれ想定より悪いと、はい、思ったよりも消費増税の影響が重くて、このままだとデフレ脱却が難しいということを言ってしまってるんですね。はい、でさらにこれはいいことではないんですけど、日本の総理大臣は安倍さんも含めて外国のメディアには日本で言うよりも本音を言う場合がありまして、はい、これすで、に安倍総理も最近フィナンシャルタイムズ、経済専門誌のフィナンシャルタイムズに対して、はい、デフレ脱却ができなかったら元も子もないってことをはっきり言ってるんですね。ほう、はい、でこのフィナンシャルタイムズ その英文の見出しでは、安倍総理は消費再増税は延期だということをもう示唆したと書いているんですね。ほう、で全体合わせて言いますと、むしろ逆にこの40数人の方から意見を聞くっていうのは逆のガス抜き、はい、引き上げやりなさいって意見も聞きましたよってことにして延期の方向だと僕は思います。はあ、でもしこの、年内にですね、早ければ、12月に安倍さん、決心すると決断すると言ってたんですけど、はい、早ければ11月中に前出しすることもあると思います。はい、というのはこの7月から9月経済どうだったかっていう速報値がですね、はい、この11月の17日頃に出ますから、あ、もうそれを見て早めに消費増税はもう延期ですと決める可能性もあります。でそれやると何が起きるかというとですね、はい、さあその次大変なのは、そうすると今の消費増税法、法律を改正しないといけないんですね。はい、でこの法律って、自民党が野党時代に民事公で、当時政権にあった民主党と、それから自民党公明党、野党の自民党公明党3党が合意して、はい、作った珍しい法律なんですね。うん、でこれを自民党が今覆すとなると勢いが必要ですね。はい、
今の衆参の勢力、与党勢力、単純に数で言えば法改正できるんですけれども、はい、しかし数だけじゃなくて勢いが必要なので何が必要になるかというと衆議院解散です。衆議院解散総選挙、はい、これあの総選挙をやって国民に消費再増税するかどうか予定通りやるかどうかお聞きするんじゃなくて、事前に再増税の延期を決めて、はい、でその上で法改正ができるように、法改正の勢いがつくように解散総選挙で、与党が仮に数を減らしても、うん、とにかく勝っていわば政権の正当性を確保するということをやる。でもう一つですね、ご承知の通り次々閣僚の問題が出ていて、このままだと来年の通常国会、長い長い半年以上ある国会考えますと乗り切れない、うん、なぜかというと集団的自衛権はまだ閣議決定しただけで、はい、来年の通常国会で法改正やらないといけないんですが、そうですね、肝心の防衛大臣の江戸さんもこのスキャンダルにやられている現状ですね、はい、ところがもしも解散総選挙ありますと憲法の第70条に何が書いてあるかというと、総選挙やったらその後初めて国会開いたときに内閣は総辞職しなさいって書いてあるわけですね、はい、でしたがって、総選挙やったら必ず今の内閣は総辞職して、うん、そして与党が無事に勝てば、そして今の見通しですか、ですと野党はとても勝てないんで、うん、今の安倍さんがまた初犯指名されて新しく組閣するわけですね、はい、そうすると今の閣僚の問題は全部吹き飛ぶわけです、はい、でそれ声を踏まえて実は先日官邸の中枢の人たちに個人的に意見を聞かれました、これはあの今のこの、エコノミストたちに聞いてる点検会合とは違ってあくまで非公式に雑談で聞かれただけですけれども、はいはい、その時に僕は何と答えたかと申せば、はい、消費再増税は延期すべきだと、はい、延期しないと安倍さんの言った通りデフレ脱却ができなくなると、で延期するならば解散総選挙をして、集団的自衛権も含めあるいは特定秘密保護も含め、はい、国民に意見を聞いて、アベノミクスを中心に安倍政権も安倍政権が今後もこうやるんだということに対しての、国民の考えを聞くべきだということを申しました。それはあくまで僕の意見を言っただけですけれども、はい、実は流れとしてはそちらの方向が強くなっていると思います、はあ、そうですか、わかりました、ありがとうございました、はい、独立総合研究所青山繁晴さんです。